不意打ちの張り手連打で腰から崩れ落ちた木村雅彦の前に二王立ちする力道山。力道山のブック破りでマットに沈んだ柔道王の木村雅彦。その名声を力道山によって大きく傷つけられた。昭和の岩流島とは1954年12月22日に倉前国技館で行われた木村雅彦 vs 力道山の日本プロレス選手権試合のこと。 昭和の岩流島の決闘あるいは昭和の岩流島の戦いとも呼ばれる。この頃はプロレスに台本があるとは一般には知られておらず、すべて真剣勝負だと信じられていた。そのため朝日新聞や毎日新聞など一般紙や NHK までスポーツとして報道していた。途中で力道山がこのブックを破り突然殴りかかり、木村正彦が張り手の連打で越された。 木村正彦の葉は、俺、まぶたを切り、倒れたマットには、直径50センチメートルほどもある血だまりができた。なぜプロレスの試合でブックやぶっくり,破りが起こったのかなど、多くの謎を残している。試合を申し入れたのは、木村正彦だった。この年の2月に、アメリカのシャープ兄弟を招平しての14連戦が、全国でロングランされて、これが、 本格的な日本のプロレスの講師だとされるが、常にこの試合で、木村正彦が負け役をやらされ鬱憤が止まっていた。朝日新聞史上で、真剣勝負なら俺の方が上だとぶち負け、これに力道山が応戦した形だった。しかし試合直前の関係者の調整で、試合は引き分けに持っていくということで両者共に了解していた、普通のプロレス試合のはずだった。 試合翌日の新聞はどれも一面トップでこの地の三撃を報じた。途中までは両者ともに相手の技に付き合って投げたり投げられたりを繰り返していたが、試合途中に力道山がいきなり木村の顎に右拳によるストレートパンチを放ち、そのまま木村が状況をつかめないうちに張り手の乱れ打ちで小負け、マットは地に染まり、観客は騒然とした。 リングサイドで観戦していた木村雅彦の師匠の牛島達熊はこの結果に驚き相手氏の木村を助け起こそうとリングに駆け上がるが完全に意識を失った木村は立ち上がれなかった試合会場には木村を兄としたう大山マ達もいてこのやり口に激高してその場で力道山に挑戦するが無視された大戦は木村の復讐をするために喧嘩で決着をつけようと その後、力道山を路上で付け回す。木村も力道山を許せず、担当を懐に飲んで刺し殺すために付け狙った。しかし、力道山は、この9年後に酒の席でのヤクザとの喧嘩でナイフで刺されて短い生涯を終えることになる。木村正彦は生涯この試合を悔やみ、75歳で癌で死ぬ直前に、 猪瀬直樹のインタビューに対して力道山を殺したのはヤクザではなく私だ。私が死という言葉を念じて彼を殺したのだと語っている。力道山がヤクザに殺されてから実に30年も経っての言葉である。王座についた力道山はこの試合後に国民的ヒーローになっていく。力道山は試合が始まる前から 八百ち破りを仕掛けるつもりでいたのに対して、木村雅彦は、プロレス試合として望んでいた。そういう意味で、宮本武蔵と佐々木小次郎の岩流島の戦いになぞらえると、あくまで結果だけから判断すると、力道山の方が標法に長けた、宮本武蔵的、木村雅彦の方は、佐々木小次郎的であった。この試合が、昭和の岩流島と呼ばれる以上、力道山は、 昭和の武蔵であり、木村雅彦は昭和の小次郎と言ってもいいだろう。力道山はこの試合を機に一気に国民的スターに登り詰めていき、一方の木村雅彦は自身が設立した国際プロレス団がうまく立ち行かなくなり、自利品となって海外へ行くが、結局完全にプロレス界から忘れ去られていく。勝者敗者の名案がくっきりと分かれて、共に、 まさに人生の分岐点となった。未だにこの試合はプロレス史最大の謎とされており、かつあまりにドラマチックな事件であるため、多くの小説家やノンフィクション作家、漫画家たちがこの試合を物語の核として作品を書いている。最も部数が出て影響力があったのは、梶原一期の空手バカ一代だろう。梶原一期は後に自伝的劇が男の星座でも、 冒頭シーンとして使っている。ノンフィクションでは、木村正彦はなぜ力道山を殺さなかったのかがまさに、この試合だけに焦点を当てて検証している。小説ではこの試合自体を扱ったものではないが、夢枕幕の行天、平成元年の空手チョップが力道山と、前田明の試合のレフェリーを木村正彦がやるという設定になっている。プロレスライターや、 スポーツライターも多くの小組を雑誌などで発表している。力道山の評伝などでも必ず触れられている。試合である。日本テレビ、NHK テレビ、NHK ラジオ第2、放送において生中継で放送された。ありがとうございます。